でしょうか。はい、今回の地震、一番の特徴はですね、いわゆる内陸の直下型地震ということに、なります。はい、本当にこの足元で、地震、最初の震源がありましてですね、そこで、大きな地震マグニチュード 6.1 という大きな地震で、非常に強い揺れによる、被害が今出ているという状況になります。はい、で今回の、被害状況を、見ますと、なんとなくその家屋が、多く倒れるような、タイプにはなってないんですけれども、一方で、室内での、落下物の被害ですとか、あとブロック塀とか石塀ですね、ああいった屋外の構造物が、倒れることで、大きな被害が出ているということが一つ推測されます。はい、まだ今後もだいぶ落ち着いてきたとは思うんですけれども、周りの安全は確保してほしいですね。はい、今ちょうど、お昼で、こう明るい状況にはなっているんですけれども、これからも午後、お昼回って、夕方夜にかけて今度周りが暗くなっていきますので、そういった危険性というのがまたしばらくすると出てくるというふうに思います。はい、今回地震が発生した地域は過去に地震発生は多い場所なんでしょうか。はい、実を言うとですね、ほとんど起きてないと言っていいかと思います。はい、ちょっとですね、その過去の地震の起きている状況というのを、これ気象庁がまとめた図があるんですけども、それでちょっとご説明したいと思います。こちらですね、この青い線出てますけれども、最近あった、大きな地震となりますと、こちらちょっと出てますが、1995年1月17日、いわゆる阪神・淡路大震災を引き起こした大地震ですね。これがこの大きな丸印を震源に起きています。でこの時はですね、この青いこう、線状に伸びている範囲あるんですけれども、ここの、断層が壊れることで、阪神淡路大震災のあの地震を引き起こしたということになります。でもう一方、この赤い線で書いてあるのはですね、その阪神淡路大震災を引き起こした断層に隣接します、こちら有馬高槻断層帯、こういう表現で呼んでいるんですけれども、その断層帯の東の端付近で起きたというのが、今日の地震の特性になります。はい、過去を見ますと大きな地震、この丸印が大きいほど大きな地震ということを表しているんですけれども、この辺りで見ますと本当にこの阪神淡路大震災と、今朝の地震ぐらいしか、この1923年以降の図なんですけれども、起きてないと、100年近く見てもですね、この程度しか、起きてないということで、非常に地震の少ない、大きな地震は少ない場所ということになります。はい、阪神淡路大震災との関連性はそこまでは大きくなさそうですか。そうですね、別の、断層帯であるとこういうことが、言えるんですけれども、こちらに書いてます、六甲淡路島断層帯で、そして今朝の有馬高槻断層帯、こうやって隣接しているんですね。はい、で大きな目で見るとこう線で、つながっているということも言えると思います。記憶に新しいところでいきますと、2年前 の、 その熊本地震というのはどうだったかというとですね、最初2016年4月14日にマグニチュード 6.5 の地震がありました。でその翌々日に 7.3 の、もっと大きな地震があったんですけれども、それも実を言うと隣接する断層でそれぞれ起きているんですね。はい、で1個の断層で起きているのではなくて、最初の地震が2つ目の断層に影響を及ぼした、そういったタイプの地震だったんですけれども、今回の、今朝の地震についてもですね、大きな目で見ればその長い時間をかけて、この95年、23年前ですけれども、長い時間をかけて実はこちらの方にも地下の深いところで影響を及ぼして、それが今朝地震となって起きたということは否定はできないと思います。2016年の熊本地震の際には最初の地震が前震で、その次にもう一度本震として大きな地震が来たと思うんですが、今回に関してはそのような可能性はありますか。そうですね、私も実を言うとそこが一番、気になっていまして、ちょっとその2年前の熊本地震とのですね、その余震の今現在の地震の起き方をちょっと比較したものがあります。こちらですね、こちらは何かと申しますと、左側がそのおととしの熊本地震、右側が、今朝の地震なんですが、横軸が時間、時系列ですね。で縦軸がマグニチュード、でこの一本一本の線がですね、一つ一つの地震を表したものになります。
で左側の熊本地震を見ますと、その21時26分にですね、マグニチュード 6.5 という地震が起きまして、はい、でその後、まあ、時間の経過とともにですね、こう何度も何度も地震が起きているんですけれども、一つこのマグニチュード5クラスの地震とかもですね、起きたということで、その余震というにはかなり大きな地震、マグニチュード6近い地震もあったんですけれども、はい、というのが何回か来て、で最後その翌々日16日未明の 7.3 の地震につながったという、そういう経過をとっていました。はい、で一方今朝の右側の地震を見ますと、最初に大きなマグニチュード 6.1 の地震が起きた後はですね、まあ、大きいものでもマグニチュード3クラス、まあ、大体多いのがまあマグニチュード1から2ぐらいのものなんですけれども、はい、熊本地震の時に比べますと余震活動、その後の地震活動は非常に今穏やかと言っていいかと思います。はい、で私としてはですね、この後、まあ、このまま収まれば、まあ、心配ないんですけれども、まあ、今日明日ぐらいの間にですね、実はまたマグニチュード5クラスですとか、その本震というか最初の地震に近いものがまた起きた場合はですね、はい、熊本地震のようにその後にさらに大きなものにつながる懸念というのがありますので、そういったところをですね、ちょっと今日明日は少なくとも監視する必要があるかなというふうに考えています。はい、わかりました。あとはですね、西日本の方は南海トラフにおける巨大地震なども心配されていると思うんですが、はいはい、そのあたりの関連性はいかがでしょうか。実を言いますとですね、西日本全体の地震活動は、はい、活発化してきているとそうなんです、ね、いうことが言えます。はい、その南海トラフ巨大地震というのはですね、まあ、より四国沖を震源とする非常に東西長い震源域を持つ超巨大地震なんですけれども、はい、その超巨大地震が起きる、大体50年とかぐらい前から西日本の内陸の方で地震活動が活発化するという、そういう特性が過去の事例を見ますとありました。はい、で今の次の南海トラフ巨大地震に向けての、まあ、経過を見ますと、その95年の阪神・淡路大震災、この辺りを契機に西日本の全体の地震活動というのが今活発化してきているというふうなことが言えます。はい、7クラスの地震だけでもですね、例えば2000年の鳥取県西部地震ですとか、はい、あと2005年ですね、福岡県、西方沖の地震、7.0 だったんですが、こういったものが西日本で、まあ、起きてきている。で6クラスの地震だけで見てもですね、例えば近いところですと2013年、はい、今回の地震の震源のもっと南側ですね、淡路島の南部を震源とする、地震があったんですけれども、はい、そういった6クラスの地震も頻発しています。そういった点でいくと、そのさらに前の50年とかっていうレベルに比べますと、はい、今西日本全体の活動は活発化してきています。なるほど。で今回の地震、まあ、その中の、まあ、一連のものなのかどうかというのはもうちょっと、まあ、見極める必要はあるかと思うんですけれども、まあ、そういった、まあ、全体的に増えてきている中での、はい、まあ、6.1 の、まあ、大きな地震だったということで、ちょっと、まあ、今後の解析含めてですね、注目する必要があるかなというふうに思っています。はい、大きな地震に対する備えはもういつでもしっかりとしないといけないですね。はい、そういうことですね。で一次被害はもちろん二次災害も